西堤鎮は、中華人民共和国浙江省嘉興市嘉義県に位置する鎮。県都の北約10km地点にある郊外で、歴史的な景観、文化を有する古鎮である。春秋戦国時代における一帯は、呉と越が交錯する場所であったため、呉根、越郭や越郭人家と呼ばれていた。平坦な地形に川が縦横に流れ、明、清代の建物群が良好に保存された閑静な町であり、川沿いの通りには、楼棚が形成されている。楼棚は、川に沿った通りを覆うアーケードで、一体的、連続的に、長さ約 1km 近くにわたって続いており、北京にある、岩園の長楼と同様のものである。9つの水路が縦横に流れ、その上に27の石橋がかかり、季節や天気によって絶えず、風情を変化させる水郷である。西堤には唐、宋代に村が形成され、元、秋代になると、洋業、米国取引、製陶業をはじめとする産業の勃興により、大いに繁栄、発展し活気に満ちた。2001年には、西堤の町並みが、ユネスコの世界遺産暫定リストに掲載された。2003年10月8日には中華人民共和国建設部と国家文物局が共同選考する中国歴史文化名鎮の第一次に登録された。映画ミッションインポッシブル3のロケ地の一つであり、劇中ではトム・クルーズ演じるイーサン・ハントが敵に追われて西堤の街中を疾走している。シューマ・サルリンの楽曲天外価格のミュージックビデオの撮影もここで行われている。2013年、作詞家方文さんは、西堤で、漢服文化ウィークを起こす、その後毎年開催されている、参加者数は10万人を超えたとされる。大田区、臥龍橋、呉服橋、青銅、五穀随両王廟、庄助服薬店、芸宅をはじめとして、西堤中心部の建物群は、浙江省の文物保護単位になっているほか、付近には、来大鳥橋、石川楼、円宇町楼、余園、西園、朱福堂など数多くの観光名所が存在する。ありがとうございます。